高島炭鉱は、長崎県長崎市高島にあった、日本の炭鉱。日本最古の大手資本による最高で栄えたが、1986年11月27日を、もって閉山された。炭島炭鉱と共に、明治日本の産業革命遺産製鉄、製鉱、造船、石炭産業の構成資産として、世界遺産リストに登録されている。炭層は、上八尺層。 ごま層、十八尺層、新五尺層などからなる。採掘工区は二22工区千四百八十ヘクタール。出端の八割は有料な若年欠原料端であった。九百七十五年の高島。島の南側に炭鉱関連施設が集まる。炭鉱住宅が立ち並び、高層住宅も林立していた。国土交通省、国土画像情報による。 高島炭鉱の歴史は、1695年に、非然国松浦郡 M 向へのご平太が石炭を発見したことが、始まりとされ、その後幕末の1868年に、佐賀藩とトーマスグラバーが、共同出資で採掘を始め、国内初の建工を開作した。明治に入り、佐賀藩から後藤昌二郎が買い上げ創業を開始し、英国人鉱山にエラスムスガウアーが、 4月25日岩崎は、後藤所有の高島炭鉱を譲り受け、その代償として、後藤の政府当て未納金25万円を肩代わりした。以来近郊の伊王島、担当の炭鉱と共に、日葬の義丹田の一角として一世紀以上にわたって、日本のエネルギー経済を支え続けた。炭鉱では、ナヤ制度と呼ばれる過酷な雇用制度が取られ、二度と帰れぬ鬼ヶ島と恐れられた。 会社と名や頭による二重の搾取、非人間的な労働環境、逃亡者は臨地によって見せしめ的に殺害されるなど、そのあまりに過酷な雇用形態は、1888年、雑誌、日本人に掲載された松岡義和による、この告発記事、高島炭鉱の惨上によって全国に知られ、全国的なキャンペーンが巻き起こった。また、 労働者によるたびたびの暴動などの結果、高島炭鉱における、納屋制度は1897年に廃止された。炭鉱における納屋制度の廃止は、日本では最も早い。その後、俗に、タコベヤと呼ばれる納屋制度の劣悪な住居に代わって、会社直轄の寄宿舎が建設されるが、一室わずかに3畳、あるいは4.5畳の狭い部屋に入れられて、1000に余る交付が、 豚のごとき生活をしているといった劣悪な労働環境は第二次世界大戦後まで残った。1906年、下記施工で単人爆発事故が発生307人の死傷者を出した。1963年には新部区域最短のため160億円をかけて深さ965メートルの西立港を完成させるが、傾斜が36度と強く高温でガスト室が、 相次ぐという劣悪な環境であったため、1973年に放棄された。その後1966年に採掘量のピークを迎え、1965年頃は従業員約3000人、127万トンを出誕する規模に発展するが、石炭から石油へのエネルギー転換の煽りを受け採掘が減少。1985年時点で人員、 出端ともに半減した。さらに同年に発生した粉塵爆発事故という追い打ちもあり、1986年をもって日米貿易摩擦解消のための産業構造調整第1号として閉山した。この時の累積赤字は350億円であった。1970年に17,415人いた。 高島町の人口は平山2年前の時点で6400人にまで減少。その後も減少を続け、一時は面積、人口ともに全国最小を記録した。その後2005年1月4日に平成の大合併により高島町が長崎市に合併され消滅。現在、高島では炭鉱施設を活かした町おこしを模索中である。ンンさんから見た。 三菱高島炭鉱先端上後1992年、明治の初めに起こった記録に残っている限り日本初の労働葬儀事件。高島炭鉱の労働力は囚人などの仮想所得者を集めて働かせ、しかもその実態は、タコ部屋などの封建的、非人道的な制度に支配され、1日12時間、労働という過酷な労働条件、低賃金、 重労働にもかかわらずほとんど手作業、死んでも代わりはすぐ見つかるといった認識がまかり通るなど問題だらけであった。そしてついに100人以上が参加した暴動になり、このことが三宅節令らが創刊した雑誌日本人に掲載された。ありがとうございます。